はい、こんにちは、生沢です。ジャパンカップ2015東京大会に最終ラップでコースアウトしてしまった私なんですが、今回はですね、このコースアウトの原因をカメラにね収めておりますので、ここをちょっと解説してみたいと思います。皆さんコースアウトをねする理由知りたいと思うんですが、まあやっぱりよく観察している方はもう多分お気づきだっていう人もねいると思うんですが、私はねなかなかプラウドマウンテンばかりを気にしていてですね、今回のコースアウトの原因をねよく分かっていなかったということで、ちょっと説明してみたいと思います。はい、ではですね、早速問題のシーンをですね、ご覧いただきたいと思います。はい、これは私の目線でね撮った動画になります。で、まずはね、順調にプラウドマウンテン1周目は乗り越えることができました。で、2周目以降なんですがね、よく見ていただくと分かると思います。ジャンプしている時にかなり斜めになっています。これは右側がね上がるような感じになっているので、MA 車種の特性なのかなというふうに今のところ考えています。で、前周ですね、かなり不安定になっています。で、最後ここですね、コースアウトするシーンなんですが、ここプラウドマウンテンの頂点から左の方にそれていっていますが、その原因、はい、もう一度見てみます。最後ね、プラウドマウンテンの1個前のところに、レーンの継ぎ目があるんですね。ここで左から右の方に進路が煽られてしまってますね。で、右に行った後、プラウドマウンテンの頂点、ちょっと手前でね、左の方に弾かれと、まあ、右のフェンスにね、ぶつかるわけです。そして、左の方向にちょっと向いたところでジャンプと。結果左の方に飛んでいってフェンスに直撃という形でございます。はい、いかがだったでしょうか。スタート地点すぐ近くのねレーンの継ぎ目で煽られたと、左から右の方向に進路が変わって、で、その後プラウドマウントにの直前にまたフェンスにぶつかって、左の方に向いてしまった、ジグザグ走行していたということですね。はい、これはですね、設営が悪いとね、言ってしまえば確かにそうかもしれませんけれども、やっぱりね、その設営が悪いとかそういうことをね乗り越えて、そのコンディションに合ったセッティングができるという人が最後頂点に立つわけですから、これ完全に私の読みが足りなかったということですね。もうプラウドマウンテンの頂点付近のフェンスの継ぎ目っていうふうにね完全に思っていたので、ちょっとねこれは全然分かっていなかったなと。で、多分早い人はねよくコースアウトしない人は分かってるんだと思うんですね。ちょっと全然僕ここに気づいていなくてですね、完全に食われたという感じでございました。で、まあそういったものが分かった上で今後どうするかということなんですが、まずはね2015年8月中福井大会、あと掛川大会ありますけれども、さすがにねちょっと山形からは遠いので、まあ仕事もありますので、私は参加することはできません。ただチャンスとしては東京大会3がですね9月27に、行われます。東京だったらギリギリ行けるんじゃないかなというふうに思っております。なのでちょっとまだ未定ではございますけれども、ジャパンカップ2015、もう一回ぐらい、出れるんじゃないかなと。ただ、東京大会3がラストチャンスになるのかな。その後はチャンピオン決定戦みたいな感じだったと思うので、まあ、それがラストチャンスということになります。できるだけね、出たいなというふうに思っております。改善点もね、いくつか考えていますので、そこね、なんとか直して、もう一度チャレンジしたいということですね。はい、ということで今回ジャパンカップ2015東京大会2で私がコースアウトした原因とそれの解説でございました。気づいていなかった人のね、
役に立てればなということで、説明をしてみました。また見てねー。